スノーマン、渡辺翔太が9月7日23時から放送のトークィーンズ、フジテレビにゲスト出演する。スノーマンのメンバー内では最年長組の渡辺だが、実は基本的に何もできないと堂々と語る問題児。そんな渡辺にトークィーンズの超辛口コメントが炸裂する。渡辺と高校時代の同級生であるトークィーンズの指原莉乃が語る渡辺の印象は、スクールカースト上位だという。一人修二とアキラっぽくて売れると思ってた。と昔話に花を咲かせたのもつかの間、渡辺のダメ男エピソードが出てくると、トークィーンズから悲鳴が上がる。渡辺は、引っ越し作業やチケットの購入、旅行の手配もすべて人任せだという。引っ越しで配線をするときは家族に休みを取ってでも出てきてもらう、と話す渡辺に、説明書を見たら書いてあるとトークィーンズが突っ込むも、字を読んでも入ってこないと真顔で熱弁。さらに、スノーマンメンバーも、嫌な顔してるけど結局やってくれちゃうといい、一人でできることもやろうとしない姿勢に、正直引きました。情けないとトークィーンズはドン引きする。そんな渡辺にトークィーンズから、彼女に、これできないからやってと言われたらどうするの?と質問。すると渡辺は、ダメダメ、付き合えないとバッサリ。付き合う前に、できる、できないの面接が必要だと堂々と話す。俺がやるわって言ってくれないんだ。とさらに引いた女子たちに、渡辺は、何が来ても折れない。と主張しながら時々耳を塞ぐ場面も。そして、仲が良いセクシーゾーン、菊池風磨、シクストウンス、田中樹からの垂れ込みに、渡辺は女性陣からさらなる追及を受ける。